祇園工部かぶれんポント町かぶれんじょうかは、京都府京都市の祇園、ポント町や、上7県の花町にある劇場であるが、同時に芸に、舞妓のための歌や舞踊、楽器等の練習場でもある。最初に設立されたかぶれんは、祇園工部かぶれんである。1872年に開催された、京都博覧会に共産して初演された、 都踊り用の仮設劇場として開設されたが、都踊りが好評であったので、翌年の1873年に練習会等にも使用できる常設劇場を開設したのが始まりである。また、ポント町の鴨川を、鳥は明治5年の京都博覧会の余興として、都踊りと共に開催されたのが始まりである。以降他の花町にも、舞踊発表会、 踊りが次々と創立されていった。上七軒かブレン城は夏季にビアガーデンを営業する。本物の芸妓、舞妓が浴衣姿でもてなす。宮川町かブレン城もかつて1970年代に行っていたビアガーデンの営業を2014年に復活させたところ人気であったため、2015年、2016年も継続となった。仮設テントでの営業であるが、 本物の芸儀、舞妓のもてなしがあることは、上7軒かぶれん状のものと変わらない。ポント町かぶれん状も8月上旬の、軽の七夕の期間限定であるが、舞妓茶屋と称する、ビアホールを開設するが、ここでは、舞踊も楽しめる。普通のビアガーデン等と比べると、少々割高であるが、一軒客でも利用できるため人気がある。ただし、込み具合によっては芸儀、 舞妓はあまり長い時間自分たちのグループに留まらず、次のテーブルに行ってしまう。世界大百科事典、第二班第一輪第三班。ありがとうございます。